さあ戦っていきましょう。まあこの2人ですね、とりあえず倒さないとと。常人が意外に厄介か。やっぱり能力は低いけど速さと技があると、そういうことですよね。34、34、まあそうね、これが痛いね。ヘビ毒なんて読むんでしょう、打毒。そうね、打毒じゃねえな多分な。どれで受けていいかがいまいち分かんないから、単純な理由としてね。 HP 絶対削られるし、速さもそこそこあるやつじゃないと。あ、でもマークスで受けるしかないな、これはもう。この2人は絶対倒すと。そうですね、行きましょう。今は槍装備してると。お、でもこれで、あ、斧でいけまーっせと。まあ単純にピエリでいっちゃっていいよね。他はちょっとプラちゃんも届かねえし、行きましょう。うん、オッケー、かわす。よし、これ強くなった後これ歌うできたらいいんだけど、できないんですよね。なんでペガサスに乗っただけで歌えなくなるのかは謎なんですけどね。すげえ謎。ブレイブヒーローだと、でもそれでも追いつけないと、スピードが。これ自分から攻撃だけじゃないんだ、戦闘終了後絶対下がるのね。あ、そう、一撃必殺も通用せずと。いや強いな、やるな結構な。いや、ゴムの弓で頑張ってんだよな。強、速さが、やっぱ速さが優秀なのかな。そんだけすごいねこれは。ここ無事だっつんだったら17、まあいっちゃってもいいよな。これ運が良ければ倒せる。行こう。よし、倒した、ナイス。ちょっとヒヤヒヤでしたけどね。でマークスを回復させたいから、ここを置いてあげて、待機、周囲2マスだっけこれ。周囲2マスの敵とかではない。じゃあこれで回復だわ。あ、大丈夫かこれ。あ、ダメージ食らわんか。33で大丈夫かな。置いちゃったけど、いや置いちゃったけど、まあまあそうか、大丈夫か。ダメージ軽減できるから大丈夫ですね。よし、まあ88食らってみたいな。9か、もう HP1 上がったから。あの前回 8.8 でダメージが8だったんですよね。そこがちょっとミソかもわからんですね。ここで交代するとダメージがさらに下がる可能性ある。で与えるダメージもあるんじゃない。でこっちはもういないと。いないわけじゃないけども、え、これどうなってんの。ここは何、ここ壁ですか。で常人、まあ実質こいつってことか。次はこやつか。ここ行きゃいいの。OK よと。グン、いや届かねえ。まあ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  OK。
これ左右に分かれないって言ったけど、それが一番かもしれないね。いや、ある意味というか本当に、お、一撃ザッパ強い。いや、やばい、マークス、これはマークス無双ですね、これ強い。これはなかなかよ。相変わらずの泥試合になりそうなやつ。あ、ここはいやらしく2マス以上離れてると、そう簡単にはさせてくれないね。超級とかもなし。いや、マークスいいねこれ。あんまり強く、まあまあ逆にマックスでいくみたいな、そのもうトップ、そっちも全然ありだよね。まあまあまあ、まだまだ届かんと。あれ、これ久々の接待マップかこれ、もしかして。まあ舐めてってやばいからね、舐めてるとやばいからね。ゴー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 と、もういっちゃいますわと。これ後ろからこの右側に集中させることにいいのは、後ろから来ても大丈夫っていう、後ろからにも耐えられるっていうところが一番だ。こいつ一歩届かねえと。配置悪いなこいつな。銀の刀、攻撃力が41、必殺はそんなにない9ですね。速さ23、守備20。これや、この白夜兵、何、兵法者、これはちょっとやっぱ微妙な職業じゃないって思って、剣と槍と斧使えるけども、なんでグレートナイトより移動力はないしっていう、あんまやっぱりちょっとりなんかあれだよねっていう。ピエリ、いやでも攻撃力は高いのか、一撃だな。41は高いか。で、速さもちょっとあると、ちょっと怖いね。まあ数字しん、まあでもぼやぼやしてっとあれだから、マークスでいこう。ここはね、ぼやぼやすんなと。マークスがほら、ちょっと怒ってるわ。ぼやぼやするなって。ここら辺置いとく？いや、エリーゼだな。エリーゼと、アクアを置いて、ちょっとでも回復するみたいな。俺もせこいな、これな。ちょっとでもっていうところをね、行くっていう。せこさ爆発ですね、これ。よし。動かしてないやついないよね。カムイだけだよな。じゃあ余裕だわ。来ねえんだわ。いやー、もう来なくてもいいよと。来なくてもいいですと、こっちから向かうまで。あ、そうか。壁があんだな。ちょっと待てと。気をつけろ。実は1,2,3,4,5,6、ここまで。ああ、上が届くと。1,2,3,4、これもうカゲロウでしょ、カゲロウちゃんでしょ。大丈夫じゃない、これ。突っ込んじゃおうか。突っ込んでって問題ないよね。これ30でもし来たらっていうのは一つあるけども、待って、攻撃します。くら、次こいつ、あ、これでもいい位置にできるな。壁破壊してくんのかな。そこ謎だな。ちょっとそこを教えてくれないと。怖いね。あんまり、ここ行くと
当然ねこいやつがここに来るよね。で8のダメージ食らいます。まあ9だとして、9ね、9食らいます。待って、攻撃力34ね。で4下がるから3くらいます。9と3くらって、9くらうといくつ ?36、33、攻撃力41で、あー13、41-31まで下がってるから10を2回食らうのね。で33から20、10を2回引くと13で34、あーギリ、まあギリ大丈夫か。これで動き見てみます。壊すって、ちょ待って、あ、そうか、こうね、いや壊さない、壊、あーでも壊すととんでもねえことになる。あ、でも壊れないか。これ一回攻撃しないとダメだから、あ、ちょっとここね怖いな。フリーズ使っとくか、なんとなく。まあ当たるかわからんけども、やん、エリーゼ外す、外す、一番虚しい、外して壊れる、ちょっと恥ずかしいな。そっか、ここエリー、あー、エルフィーで守ってやりゃよかったのか。結局それすらあるな。ギュンターどこ行った、ギュンター、これか、交代じゃねえや、人交換して、あれ間違えちゃった、交代するんだから、ちょっと何やってるか分かんなくなっちゃった。やべえ、一旦無駄したぞこれ、一旦無駄しちまいましたね。いや、ちなみにここ行くとどうなるっていう、エリーゼのとこまでは多分来ない。弓持ってないよね、弓はないから、最悪ちょっとカミラいてもらってっていう感じでもどうかな、どうかな。怖いっすねこれは、ちょっと怖い感じになっちゃいました。どうかなと、すいませんと。いや、一旦無駄したな、ちょっとなんか右下をうまくいったことによってまた油断してるパターンのやつだわ。あ、やっぱ来るね。おいー、マークス切れてるわ。一旦無駄してんじゃねえよ。あ、そっちからも来ると。いや、でもいいの、でもいいの、そっちに来てくれるんだったら、そっちに来てくれるんだったら楽勝なのよと。あ、怪我の巧妙ですねこれ。こっち来てくれたんかいと。そしたら交代して攻撃、木立で入れ、よーし、ナイス。いや、これ良かったですね、これは良かった、嬉しいねこれは。でこいついなくなればもう雑魚ですから、こいつらは。なのでどうしましょう。あ、でも言ってあれか、油断は禁物。そっか、どうせ一発で倒せないんだから、ここはもうこう言ってあげて叱るべきではないかと。大丈夫だよな、言って
他は絶対攻撃届かんもんね。なんか変なのもないし、ないしね。大丈夫っすね。オッケーオッケーオッケー。でもここは切り込み隊長で行きましょう。これアクアで倒せるな。他のやつでもオーディン、レオンとかでも、レオン、あ、レオンもそこそこ上がってるんですね。オーディンで攻撃できるんじゃないですか。わ、強い強い、早い強い、早い全部揃ってる。やっぱ早いのって優秀だな、これ。早いの優秀ちゃんじゃない。あ、100出た出た、100% 100% には勝てないんですよと。まあ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 、オッケーオッケー。でまあ破壊されたとしても大丈夫だから、リブロをどんどんいっちゃう、これ。いや、そこまででもねえな。アクアをここ置いてあげて、まあ、周囲2マス以内で回復できるはずだから大丈夫でしょう。さすがに壊さなければ大丈夫。よし、行こう行こう、どんどん行こう。こういうさ、壁はさ、壊してなんぼのものだけど壊さない。あ、上来るんかい。やば、やばい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 ぞ、これやばい。あぶね、そうか、上あぶね、マークスまで行くとこだった。あぶね。いや、数字的には絶対大丈夫だったけどっていう。そうか、上あぶね。そうか、もう上上っつってたな。よかった、あぶね。ふうと、危ねえことしてんじゃねえぞと。いや、すまんな、マークス、マジで。いや、ちょっと油断だよ、これ。もう、やばいね、これ。ゼロあたりからちょっとさ、ちょっとおかしくなってる節があるな、これ。流れは、こっちだけど、ちょっとおかしくなってるな。どういう意味でおかしくなってるかはわからんけども、おかしくなってるね、これは。ちょっとよろしくないよ、これ。よろしくないよ、これは。ここにいっちゃダメなんだよな。まあ、いてもいいけど。まあ、倒、あー、89% になっちゃうんだ。これ当たんなかったら悲惨ですからね。リブローでダブル回復してもちょっときついかもしれない。一旦ここは我慢しとくか、我慢しときますかと。我慢しときましょう、ここは。一回我慢しよう、ここは。ここに置いといて、リライブがないですな。リライブがないですわよと。一旦我慢しよう。で、我慢して、こちら1,2,3,4,5,6 だから、ここの壁は破壊して大丈夫な。よし、ここの壁は破壊しできると。 OK。 じゃあそうしたればレオンでどうかなと。一応当たると、こいつ気をつけないとですね。 OK。 でもあそこは行けて大丈夫だから、レオン外すと痛いか。でも速さ25あるから最悪大丈夫、最悪大丈夫ですね。行く、よし、ナイスクラッシュ。
でこいつが、あ、斧ですか。あ、ちょう、壁、ここ、え、ここ壁、壁ですか。じゃあルーナで開けちゃいましょう。斧だから青銅装備で壊すと。OK。これでこやつが多分来ますよね。ちなみに11、まあ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 ですね。でジョーカー置いといてあげると、隣に、まあ2マス以内で大丈夫だから。よし、今何ターン目、まだ8ターンですよ、8ターンですよ。これはいったでしょ。いいね。いや、マークス危ねえと。あいつ戻るんだな。あ、で回復、あれ、ここは回復しねえのか。よし、あれ回復、ちょっと待って、あ、ここも回復の床だよ。あ、違う、回復の床じゃないの。ここはここだけな。ハート5、はあ、なるほど、そこは回復じゃねえんだ。あれ、あ、回復ではない。なんでここ光ってる。ちょっと、うん、まあまあまあ、こいつの攻撃には要注意ですなと。ただ影炉動かないので、まあ、あいつだけだったら、あいつだけだったらどうとでもないので、マークスをここですか、置いてあげて、あれ、あ、こいつ倒さないと。まあ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 、いいっすわ。どうする、エルフィーとかいける、無理。まあエルフィー置いときゃ大丈夫だろう、置いときゃ大丈夫だと思うんで。斧どうすか、一発でいけるね、いっちゃおうと。おいーと、よし、弱いながらもちゃんと確実に強くしていく。よし、マークス、これでなんとかと。オッケー。もう順調そのものですね。そのものではない、ちょっとやばかったからな、かなりやばかったね、ちょっとではない、かなりやばかったからな。左とかも今 X してるから、これ来ないから大丈夫。よし、この野郎、てめえさっきはよくもやってくれたなと。オッケー。十分ですわよ、もう十分ですわよと。あんた誰よと。十分ですわよ、強いですわよ。よし、ここはピエリ当てていく。まあ外してもね、外してもここ右と左いけるからっていう、そういうね。あれ、あー、でここがもう宝箱取れますなと。で次のターンいただきましょう。でこやつが銀貨じゃねえ、槍か刀で来ると。槍か刀か、槍か刀っちゅうことはピエリじゃないとダメっすね、槍じゃないとダメですね。エルフィーで行くか。いや、もうでもおびき寄せたいっすよね。おびき寄せて一気に攻め込みたいな。攻め込みたいな。まあ行くか、もうこれは。いや、行くでしょ、これはもう行くしかないでしょう。こうしてもうどんどん進軍で、でここの扉が開くってことか、大広間への道つってるから、
ただまあ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 、カゲロウがいるから、そうはただじゃカゲロウですよと。よし、オッケー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 、よっしゃ完璧です。あいつ来ねえし、分かってんだな、攻撃通らんと。でどうなのよカゲロウさん、なかなかやるな。 47% かい。いやもう一撃にかけるしかないよね、これは。もうここはここは一撃にかけるしかない。銀の槍、いや強い、硬い硬い、普通に硬い。よし行くか。待て、カゲロウの攻撃は届かんよね。オッケー、斧で行くんじゃいよ。オッケーです。でピエリか、ピエリの斧で行けそう。行っちゃいましょう。ヌンヌンヌン、かわす。今度はかわされると。じゃあもうゴムアシュラ、いやでもアシュラ取っときたいのよね。ブノワって、ああレオンで行くか。レオンは当然いけるとして、オーディンだな。おいいね、 95% 絶対入るじゃん。絶対じゃないけど、よし。いや順調そのもの、魂が躍動する。いいね、だいぶ飽きてきたけど、だいぶ1万ゴールド。よし、いいよこれは。でもあとはね、ここを行ってあげてさ、まあ待ちだよな、要は待ち作戦で、それしかないね。ダメージ下げて下げてのですね。攻撃された時、受けたダメージ、攻撃された暗記で攻撃された時だもん。よし、これはもうこれで行くしかないと。もう一撃一撃ですよ、幕の内一歩ですよ。もう一発入れば一発入ればもうもうっていうね。いや無理でしょうみたいな、もう耐えられんと。どんなに手数打ってももう一発入れば勝てると。知るかと。よし、ナイス。能力下げられる、知らねえなと、そういうことですわ。よし、はよせえと、カムイ早くしろと。 OK。 あでも広間への道が開くってなると、こういう、そうか、再造とかも動くってことなのかな。それか龍馬も動く可能性あるよなこいつな。25ターン目までは待ってやるとか言ってるけど、実際いやもうカゲロウ倒されたんなら俺行くよみたいな、いやそこまでは言ってないからみたいな、あくまで何もなかったら25ターンだよって言ってくる可能性あるからなこいつな。ピエリとかで倒したいんですよ、絶対ダメですわ。入らん、あまあやってみる価値はあるな。ゴー、よし、ナイス。 OK、 共に戦えて幸せだった。叶うならもう一度平和な白夜王国をこの目で。カゲロウ絶対いいお姉さんだからさ、全部開くと。いや、サイゾなんか言ったでよ。バカな、広間への道が開いた、もしやカゲロウがみたいな感じで言ってやれよ。オッケー、とりあえず大広間開いたので、龍馬、これ龍馬倒すんだよね、目的敵将だよね。オッケー、龍馬兄さん倒したいと思います。テッシーでした、失礼します。